高来学は、朝鮮から日本に伝わった雅楽の一種であり、競技には、高来伝来の音楽、講義には旧世紀以降の左右両部制による方、高来学を指すものである。高来学という言葉自体が登場するのは、日本初期の天武天皇12年1月のゼの日に、小根伝舞及び高来くだら、白木、三国の楽を、庭の中にソウルである。学士の数は、 職員令17では4人、令衆下に引用されている、雅楽大族終わり清谷説では、舞市猿楽市久保市各1名の合計3人で、大同4年3月の格では、横笛市久保市幕目市舞市の、計4人からなる。この後、最高2年8月21日の大上官府では五節舞市を、やめて、代わりに、高来鼓市を置いた。 俗日本記によると、天平三年六月に、雅楽寮の雑落性の位を定むとあり、これにより、落成の数が決められている。それによると、高麗学は八人であるが、養老令では二十人となっている。その内訳は、仮称元年九月の格では、横笛生四人、幕房生二人、久保生三人、舞生六人、鈴見生四人、老野生二人からなる。 同年のうちにこのうち毎世二人を減らし、定員十八人としている。また、天平十五年七月十三日の、高麗学人密議義には、高麗学人号二十五人、一人、官人、二人氏と記されている。天平十三年七月、聖武天皇は、国の神宮で縁を開き、女学と高麗学とを演じさせている。 これは、山城の国在中の高栗系トライ人によるものと思われる。平安時代には、くだら学、白木学などを統合し、左方の東学に対して、右方の高来学が形成されており、現在に伝わっている。仮称元年9月の格で、くだら学、白木学の落成が大幅に減らされているのとは異なり、高来学の落成は減らされていないのは、 左右の両部性の形成と関係のあるものだと考えられる。高麗学で使う楽器としては、高麗笛、七力、三鼓、小鼓太鼓が使われる。高麗学には、高麗一越蝶、高麗表情、高麗総長の三種類の長が使われ、これらの長は等額に使われる一越蝶、表情、総長より、蝶二度高い。高麗学の表紙には、 コマ4拍子、洋拍子、等拍子の3種類がある。高麗学は、等学のように木を使わず、普天のリズムを持つのが得意である。高麗学の曲はすべて部楽曲である。高麗学の古学譜は35用録と、ひとしさとし用録に記録されている。この記述には、ダウムから GFDL、または CCSA で公開される百科辞典。 グローバル世界大百科事典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。